こんにちは、大場内科クリニック院長の大場圭一郎です。お腹の調子があまり良くありません。食べても消化があまり良い気がしませんというお悩み、時々お聞きします。あなたはいかがですかね。お食事食べ過ぎると胃がもたれてしまってですね、気持ち悪い、体調が悪くなってしまう、そういったことないでしょうか。私もですね、あまりこう胃腸が強い方では なくてですね、食べ過ぎてしまうとですね、夜の睡眠の質が落ちてしまって、翌朝胃もたれがしてですね、体調が悪くなってしまうことよくあります。あとですね、最近僕は筋トレをしてるんですけど、筋トレしてるとですね、お腹減るんですね。お腹減ってタンパク質をいっぱい取るようにしてるんですけど、ちょっとやっぱお腹たくさん食べると胃がもたれてしまったりするんですね。そういった時にですね、おすすめの、サプリメントがあるので今回紹介したいなと思います。私も実際飲んでいて、胃がこうすっきりしたりとか、たくさん食べても次の食事まで持ち越さない、体調が良くなっているので、ぜひ紹介したいと思います。スペクトラザイムっていうサプリメントですね。ベタジェニックスっていう会社から出てるサプリメントです。これ1日僕今毎食後に1つか2つ飲んでます。ちょっとたくさん食べた時は2つ飲んだりしますね。たくさんお肉食べた時とか2つ飲むようにしています。以前に比べてこの胃もたれする回数がかなり減ったかなと思います。朝食食べた後になんか午前中こう胃が重い方、体調が悪くなってしまう方、どうでしょうか。僕も朝飲むと割と午前中胃もたれするタイプなんですけど、スペクトラザイム飲むようになってからお腹の調子良い気がします。そういったお腹のお悩み持っている方にぜひおすすめです。商品についてですね、ご興味がある方はぜひ医師の私だったり医療スタッフまでお声掛けするようにしてください。 Thank you.